こんにちは、理学療法士の方です。今回は公務員の PT の給料は安いかどうかっていう話をしようと思います。僕は大阪の時に3年間私立の病院に働いてて、地元で5年間公務員系の PT として働いてました。まあ、正式に言ったら公務員じゃなくて公務員に準ずる扱いを受けてたんですけども、ちょっと長いんで今回は公務員系の PT っていうふうにお話ししていきます。で、今回はその私立の病院と公務員の PT を比較した時の給料の話と休みの話をして、で最後結論どっちが良かったかっていう話をしていこうと思います。まず僕が最初に働いた病院の給料の手取りは22万円でした。で、僕が8年間働いた最後にもらった給料が22万円でした。つまり僕は1年目と8年目で手取りの給料が全然変わらなかったっていうことです。まずこの事実からしても公務員 PT は、まあ、給料はそんな高くないんじゃないかなっていうふうに思いますよね。さらに怖い事実として、僕はスポーツ整形に特化した病院で働いてました。なので5時以降も野心としてスポーツ選手を見てたんですけども、まあ、しっかり残業代は見た分だけいただいてたんで、それは良かったんですが、残業代もらって22万円です。つまり残業しなかったらめちゃくちゃ低いんですよね。実際僕最後を辞めるときは有給消化をしてたので残業代がゼロでした。その時の手取りってだいたい17万円か18万円でした。31歳で18万円ってかなり給料が低いですよね。そしてボーナスの話をします。ボーナスに関しては前の病院よりも公務員系の PT だったらだいたい夏冬を合わせて5ヶ月分ぐらいいかないぐらいもらってたんで、トータル額面で言えば100いかないぐらいだったかなっていうふうに思います。結構それに関してはいい給料もらってたかなって思うんですけども、何せ普段がそんなに高くないです。なので給料を比較すると僕は公務員の PT は高いなって思わない方がいいと思います。次に休みについてです。休みは僕前の病院は回復期だったのでシフトなので全然休みっていうのは選べませんでした。さらに大学院に行くために僕クリニックと訪問リハビリでバイトしてたので、多い時は20連勤ぐらい働いてたんですよね。しかも肉体労働で20連勤なんでかなり疲れました。まあ、手取りで言ったらその2年目ぐらいで30万超えてたんで、まあ、給料はもらってたかなと思うんですけども、あんな20連勤はもうしたいと思いません。では公務員 PT はどうだったかって言ったら、土日祝は完全に休みです。さらに夏休み5日間あったり、いろいろ休みがもらえます。実体験で言ったら去年僕どれだけ有給使ったか数えたら36日使ってました。つまり1ヶ月あたり3日休んでました。これかなり暑いなっていうふうに思います。この公務員 PT が休みが多くて暑い理由ってのは、自己研鑽をしやすいからっていうところにあると思います。なんで自己研鑽をしやすいかって言ったら、まあ、今の僕だったらもっと違う方法を模索しますけど、その当時僕は勉強会で行くことで自分のスキルアップにつながるっていうふうに思ってました。で、勉強会って土日が多いですよね。365日の回復に勤めてたら土日をまとめて休みをもらうってかなり至難の技で、2、3ヶ月前から班長だったりリーダーに交渉してやっと休みをもらってました。しかもその月はそこで連休をもらってるんで、他の日曜日とかに休み入れれないんで遊びの予定はゼロです。これってかなりきついです。20連勤してやっとの休みに勉強会、なかなかスキルアップもできなかったです。でも公務員 PT だったら土日祝が毎週必ず休みなので、勉強会に行こうと思っても誰かに帳尻合わせをしてもらわなくても行けます。さらにその後どんだけ頑張っても5日働けば休みが来るんで、体力が失われるってこともなかったです。なので僕はこの5年間自分の将来につながると思った勉強会にはかなり行きました。でも職場にはほとんど迷惑かけなかったので気がめちゃくちゃ楽でした。そういった意味では休みが多い公務員 PT っていうのは目標のある人はめちゃくちゃいいと思います。かなりいろんな勉強会に行って県外に行ってスキルアップできるからです。もちろん今給料の話と休みの話をして、いや理学療法士は給料とお金だけじゃなくてやりがいだよっていう人もいると思います。でもぶっちゃけお金がなかったら生活もできないし家族も養えないし、休みがなかったら自分の体力の回復をすることもできません。なので選ぶ上で結構大事な項目になるんじゃないかなって僕は思います。今コロナでなかなか転職ってのは難しいかもしれないんですけども、僕の実体験として私立の病院と田舎の公務員の PT だったらこんだけ違うんだよっていうふうに覚えておいてもらえたらいいかなっていうふうに思います。今後もこのチャンネルではお金のぶっちゃけた話もしてきますけども、臨床に役立つ話もどんどんしていこうと思います。動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。
このチャンネルでは今後も理学療法士などのセラピストに向けて臨床のこと、働き方のこと、お金のことなどをどんどん発信していきます。この動画に関してこれはこうなんじゃないのって思うことがあればどんどんコメントに書いてください。一緒に成長して幸せな生活が送れればいいかなっていうふうに思ってます。チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。